とことんやりこむ、どうもラウチンです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきましょう。まず1階がね若干難しいと思います。敵が多いのよね。なので1階を、ここの影に隠れて倒していくと、だいぶいいと思います。最初がね敵多いのよ。なので最初注意していってください。もうこんなところにいたのかい、危ない迷子になるとこだった。でこっち側もまあ若干敵は多いんですけども大丈夫でしょう。まあとにかく最初よね、最初の敵のラッシュが結構きついのであそこをなんとか耐えてください。でここでハープクロスボウですね、ハープじゃないや、乱射のクロスボウ、もうこれを最初から最後まで使います。マルチショットと長弾をつけてくださいね。いきましょう。もうとにかく今回今シーズンこれさえあれば勝てます。もうほんとこれが強すぎる、危ねえ、とにかく強いんでとにかくこれを取っ、あ、危ねえ、取ってください。かなり危なかったな、かなり危なかった。よし、まあ、敵はね結構多いんであまり無理しない程度に前に出ていってくださいね。ちょっとさっきのは前に出すぎた。はい、でここでアップドラフト取っていきましょう。火力をどんどん上げていきますよ。敵が多いのよ今回。そんなにね難しい敵はいないんですけど多い、そこが嫌なところです。でめんどくさいやつはね本当いないのよ。でもただただ敵が多いっていうねすごく嫌なシーズンだと思います。ショーケイ当たるかな。よっしゃナイス、よし。で後半戦はねもう弓しか使いません。そういう感じでやっていきます。もう、うん、ハープクロスボウでガンガン撃つだけの方が安定するんで、ここでドラを取っていきます。ドラを取って、でラスボスをワンパンして倒すっていう感じですね。まあ、とにかく今回結構早く終わります。なので周回のチャンスでございますね。なんでこっち当たってない？完全に当たってたと思うんだけど。よし、次ここ何もいりません。でエンチャントポイント、溜まってきましたね。マルチショットと長弾に入れていきましょう。はい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 、ここクリーパー注意してくださいね。もうワンパンで倒せなくなってるのでクリーパー注意です。で弓もまあまあまあ使っていきゃいいんですけども、一応矢はね後々使っていますので序盤はあまり使わない方がいいかな。うん、序盤はちょっと節約しておいた方がいいと思います。よし、今回あんまり矢筒が出てきてくれないのでちょっと残念かな。はい、5回クリアです。でここでエメラルド装備を取っていきます。
耐久力がね、ないんですけども。よし。火力が上がるので、まあ、それなりにやっていけると思います。おかしいと思った。そうだ。クールダウン入れてください。1でいいです。クールダウンを入れることによって、アップドラフト、結構使えるようになるんですよ。アップドラフトで敵を倒せるので、OK。いいと思います。よし。まあ、耐久力は全然ないんで、そこだけ注意してください。耐久力は全くありません。おい!こっちか。はい。6回クリア。次に行きましょう。で、ここ、何も、槍だ。槍を取っていきます。エンチャントは、とりあえず入れなくて大丈夫です。まずはね、弓を完成させたいところなんで。乱射をハープクロス。ね。もうほんと今回はハープクロスがあれば、なんとかなる。そういうシーズンですね。はい、ボスでーす。ドラを当てて、ハープクロスを連射する。それだけで勝てます。OK。当たってる?当たってるか?なんかドラが入ってないかなと思ったけども、まあ入っておりましたね。はい。で、ここで影の断片、持っていってください。で、ここがね、ちょっとめんどくさいのよ、敵が。なんで、ハープを打ちつつ倒していきましょう。 OK OK。 ああもうこれレイスがねめんどくさいよね。 OK。 よし。 OK。 結構矢が出てきてくれたね。ありがたい。今回ほんとね、矢筒がすごくありがたいシーズンなので、たくさん出てほしい。はい、9回クリアでーす。ここ何もいりません。愛のメダルもすごくいいんですけどね。あとあと違うのを取りますので、取らずに、温存しておいてください。で、エンチャントでマルチショットと長弾ですね。この次入れます。 OK。 で、ここもねめんどくさい敵が多いので、まあ、注意してください。まあハープクロスを飛ぶから打っとけば、まあ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 やられることはありません。 OK。 おっと危ねえ危ねえ。レイスがねもういらんことするからね、あいつがちょっと鬱陶しいんですけども。 OK、まあ、タワーガードとレイスぐらいですね、注意するのはね。 OK。 あぶれい。で、あと下の方をいきますね。ほんと危なくなったら影化してください。あぶれ。危なくなったら影化して、敵に見つからないようにすると安全だと思います。どんどん行きましょう。で、ここで狩人です。狩人を取ります。まさかの狩人。あのね、もうこのハープの火力をもう最大限生かす、そういう編成です。もうとにかくハープを打ちまくる。ものすごく簡単です。で、距離結構注意してくださいね。ある程度距離を取らないとやられちゃいますんで、しっかりと距離を取って戦っていきましょう。危ない。OK。 もう長弾もあるからね、敵に当たったのがまた跳ね返って敵に当たるんで、なかなかいいです。で、ここで
森の矢筒を取ります。アップドラフトと交換ですね。オッケー、森の矢筒がむちゃくちゃ強い。オッケー、まあこれで矢の節約にもなりますしね、これでいいと思います。ああ危ない。エンチャント入れてください。サプライズギフトですね、と念のためのタンブルビーでいいです。まあまあすぐに、おお、発動はうまくいかないこともありますけども、まあ今のは発動したけどね、まあ、タンブルビーがあると安心だと思いますよ。周辺のアーマーね、火力が上がるんですよ、弓の。でも耐久力が全くないので、そこだけは注意してください。ここ何もいりません。で商人だね。ハープクロスを上げていきます。33入ってるかをチェックしてください。黄金にしてから、3にするとちょっともったいないので、必ず入れておいてくださいね。はい、で、まあどっちでもいいです。タンブルビーでもサプライズギフトでもどっちでもいいんで入れておいてください。すぐ攻撃してもダメージは入らないので、 OK OK いいんじゃない。とにかく打ちまくるだけです。これだけで勝てます。はい、14回クリア。本当にね、ハープクロスが優秀すぎる。で、14回特に何もありません。いりませんね。怒りもまあいいんですけども、後々出てくるクレイモアを持っていけば問題ないです。 OK。 まあまあまあ、こんだけ矢があれば問題ないでしょう。 OK。 やっぱ森の矢筒が強いね。むちゃくちゃ強い森の矢筒。火力が段違いだもんね、貫通するし。よし、ハープクロスの相性だよね。相性がものすごくいいんだな。もうお前、よし、弱っ。もう槍じゃ倒せなくなってるね。よし、終わり。もうほんとハープで進んでいきます。何もいりません。で余ったエンチャントを、入れていきましょう。 OK。 タンブルビーは3になると確実に発動するのでいいですね。この防具もともと耐久力がないので、ここに蜂がねタンクとして入ってくれればだいぶ安定します。 OK。 もう蜂様々です。うん、もうむしろこれがないときつい。きつすぎる。 OK。 いいね。もう出ないかな。ほんとね、クリーパーがむちゃくちゃ出るんで、そこだけ注意してください。おい、あれ、ちょっと待って、ね、また迷子がいる。こっちか。あ、いた。迷子がいるとちょっとね、時間かかんのよ。16回クリア。ここ何もいりません。槍取らんのかいと思うかもしれないけども、別にいりません。槍で攻撃しないので大丈夫です。とにかくハープクロスだけ、うん、もう全然矢は足りると思います。矢筒が全然出ない時でも OK。
やつじゃない、ヤタバか。あれが出なくても大丈夫。よし。いや、しかし本当出ないね、今回。今回出ないな。全く出ないかもしれない。OK。で、次ですね。ここで、ファントム、変えていきます。耐久力も上がりますし、遠距離ダメージも同じくありますので、ファントム強いですね。で、エンチャントですけども、臆病を入れていきましょう。臆病だけでいいです。臆病だけ。で、ここ、ちょっとね、離れたところから攻撃していってください。先の方に行ってしまうと、結構囲まれやすいのよね。なので、ちょっとこっち側から戦うっていうのがベストだと思います。で、もちろん危なくなることもあります。うん。ダメージめちゃくちゃ受けるとね。なので、一応、影の断片はもういつでも使えるように準備しておいてください。ここのスライムからも矢筒出ないんかい。なかなかこれ厳しいかもな。はい。ここ何もいりません。大体ね、スライムからバンバン出てきてくれるはずなんですけど、ちょっと出なかったですね。でも、それでも、間に合うとは思います。OK。ほんと出ない。あー、やばい。あぶねえ、あぶねえ。うん、まあまあ、いざとなったらね、影の断片あるんで、なんとでもなるかな。いや、出ないな、ほんとに。矢ずつ全く出ません。で、ここで、クレイモア、変えていきましょう。で、一応、エンチャント入れていきますか。虚無です。虚無。もうこれだけで OK。で、ここも同じく、中央に行くと、敵むちゃくちゃ出るんですよ。なので、こう離れた場所から、倒す感じで、行ってください。ほんと出ないぞ。まあまあ、いいけどさ。ほんと出ないね。あ、出たよ。出た。1個出た。でも1個だけど。まあまあ、1個でも出ればね、十分ですよ。はい。何もいりません。稲妻の矢筒も強いけどね。まあ、そのまま、これを使っていって OK だと思います。で、ここでクレイモアを上げてください。もう最後は、ワンパンして倒します。エンチャントで、まあまあ、特に何もいらないですよ、基本的に。まあ何もいらないけども、これ何も入れとくか。はい。で、まず、ボスが出てきたら、一発入れます。で、すぐに影化して、ドラを使って、で、ちょっと時間を空けて、二発目を入れる。ドーンとね。それで倒せます。まあまあ、虚無の入り方によってはちょっと違うかもしれないですけど、まあまあ、いきまーす。いくぞ。よっしゃー。あれ？ああ、まだお前がいたんかい。はい。こんな感じですね。もうとにかく、ハープクロスをフルで使っていってください。むちゃくちゃ楽勝です。いらん。ああ、いらん。クリさんか。まあ、下はバーストボーストリング入ってるから作りやすそうだけども、クリさんはいらんかな。まあ、これにしましょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。